大雨の影響で孤立状態となっている奄美大島の宇検村の6つの集落で、今日から村役場がチャーターした船の運航が始まりました。宇検村では土砂崩れにより県道が寸断され、ヤドン、アムロ、ヘダ、サネン、ナガラ、ブレンの6つの集落が孤立状態となっています。こうした中、今日から住民の移動手段として孤立した集落と村役場がある湯湾集落近くの港を結ぶチャーター船の運航が始まりました。午前7時半過ぎには孤立状態となった集落から住民10人ほどを乗せた船が到着しました。いや、非常にありがたいですね。はい、車で出れないのでですね。電気は通ってたので、ね、生活は特に困りはしなかったんですけど、うん、ただ、いつまで学校行けないのかなっていう不安というか。村役場では道路が復旧するまでの間、チャーター船3隻を使って対応するということです。孤立した集落へと通じる県道では復旧作業が進められています。通行止めとなっている県道の一部では、昨夜緊急車両の通行が可能となりましたが、一般車両が通れるまでにはしばらく時間がかかりそうです。